またもや海上自衛隊がシードラゴン2024で優勝したね。海自 P1 哨戒機部隊が異例の優勝2連覇達成を成し遂げたことになるな。今回はそんな海自の P1 哨戒機の売り出しが決定した件と、それに伴う国連の反応について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2024年1月24日、米海軍が年に1回開催している、固定翼哨戒機による多国間共同対戦訓練シードラゴン2024に参加していた海上自衛隊の P1 哨戒機を運用する、対戦哨戒部隊が対戦哨戒任務の技量において、2年連続で第1位となる快挙を達成したよ。このシードラゴンとは固定翼対戦哨戒機部隊によって実施される多国間における共同訓練として、2019年から米海軍が主催して年1回グアムのアンダーセン基地を拠点に開催されているね。そこでアジア太平洋地域の西側同盟国の海軍及び空軍の固定翼機対戦哨戒部隊が集結し、主に対戦水艦船アンティサブマラインウォーフェア ASW の訓練などが実施されるんだ。この ASW 訓練では米海軍の原子力潜水艦が仮標的とされ、その探知から追跡を行って攻撃するまでの対処に関して、集まった各国の哨戒機部隊がそれぞれ270時間以上の飛行時間を費やして訓練演習が実施されるというものだな。ASW 訓練の公開されている内容としては、対戦哨戒機が上空から投下したその部位を用いて目標潜水艦を探知した後、追跡しつつ解析を行いながら最終的には爆雷や爆弾あるいはミサイルなどで攻撃するという想定となっているぜ。それらの戦技を競うためにポイント化し、総合的に評価した上で訓練期間を通じて最高得点を獲得した国の、哨戒部隊が最優秀部隊として表彰されるわけだが、そのチャンピオンの証としてドラゴンベルトが対象チームに授与されるってわけだ。またシードラゴンでは ASW を実践する訓練演習の他に、座学の時間も設定されていて、各国から参加しているパイロットや飛行士たちが、それぞれの所属部隊における ASW 実施計画や、運用している固定翼機の性能やその部位などの性能を披露し合いながら、実際の運用や戦術についてのディスカッションなども行っているみたい。要するに参加する各国の哨戒機部隊は、単に競技として競い合うだけでなく、同じ任務に就く対戦哨戒部隊同士の間において友好を深めることも目的とされており、訓練時間以外の自由時間においても各国のクルーたちは積極的に他国のクルーとの間で、敵国の対戦哨戒や偵察業務についての情報交換などを行っており、そのことが信頼を深めつつ技量向上にもつながっているぜ。今回実施されたシードラゴン2004も例年通りで米海軍主催のもと、イギリス、フランス、カナダ、インド、韓国、そして日本の7カ国が参加して対戦哨戒の技量を競い合い、2024年1月8日から24日にかけて実施され、昨年のシードラゴン2023に参加して第1位を獲得した鹿児島県にある鹿屋基地所属の、第1航空隊第11飛行隊に続いて、神奈川県にある厚木基地所属の、第3航空隊第31飛行隊が参加して2年連続の第1位を獲得したよ。厚木基地からは訓練のために P1 哨戒機1機と約40名の隊員を派遣し、今回の優勝に伴って同航空隊には最優秀哨戒部隊の称号として、ドラゴンベルトと呼ばれるチャンピオンベルトが授与されたんだ。固定翼哨戒機として2連覇を成し遂げた海自が運用する P1 哨戒機は、防衛省技術研究本部と川崎重工業による共同開発で誕生したターボファンエンジン4機の固定翼対戦哨戒機であり、それまで海自が長期にわたって運用していたターボロップ式の P3C 哨戒機の後継機として開発され、2013年3月に運用開始以降、2021年までに42機が配備されていて、最終的には70機を調達する予定だね。P1 哨戒機の機体は川崎重工業が主体となって開発製造をしているんだけど、各部分においては三菱重工業が中胴と後胴を担当し、主翼と垂直尾翼は SUBARU が担当しているほか、その他の一部を日本飛行機が担当するなど、
自衛隊の防衛装備品製造に関する企業が団結して共同開発した集大成となっているよ。しかも4機のエンジンには IHI が開発製造しているターボファンエンジン XF70 が採用され、またアビオニクスにおいては操縦系統と各種センサー類や精密電子機器との間における互いの干渉を避けるため、光ファイバーを使用したフライバイライト通称 FBL 方式が採用されたぜ。この FBL の採用は実用機としての試みが世界初となっていて、このことによって機内配線の軽量化や消費電力の低減も図られたらしい。オートパイロット自動操縦においても、従来の P3C 哨戒機では高度を維持する程度の機能しかなかったが、旅客機並みの自動操縦に加えてトリム操作や当て舵の自動化など、長時間巡航することが多い哨戒機に適した操縦アシスト機能まで大きく進化しているよ。また P1 哨戒機の対潜哨戒用その部位は、胴体下部にある視脚格納部分の後方に38個装填されているが、その投下用その部位の格納部分には機体内部からの再装填を可能とし、そのうちの一部はロータリー式ランチャーによる自動装填となっており、機内に搭載されている96個のその部位を簡単かつ即座に投下することができ、こういった部分においても乗員の負担が大幅に軽減されたんだ。そして探知した潜水艦を攻撃する際に使用される兵装に関して、空対艦ミサイル91式空対艦誘導弾及び AGM-84 ハープーンなどを搭載でき、防空用の空対地ミサイルの AGM-65 マーベリックも主翼下部にある8カ所のハードポイントに搭載可能であるほか、機首の下には爆弾クラがあって対戦爆弾や単魚雷などを最大9トンまで搭載できるなど、強力な攻撃能力も持っているため、有事の際にも活躍することは間違いないぜ。これらに加えて、長時間となることが多い対潜哨戒任務における乗員の疲労を少しでも軽減するため、機内には乗員のための休憩スペースやトイレを備えたギャレー区画というものが確保されており、P3C などでは搭載されている精密機械に電磁波が影響を与えることを理由に、搭載されていなかった電子レンジも設置され、乗員がいつでも温かい弁当などの食事や飲み物を取ることが可能となっているな。ただし、昔から海上自衛隊では食事や休憩は乗員の自席で取る習慣があるため、普段の任務において休憩スペースが利用されることはないらしいよ。さらに P1 哨戒機では、対潜哨戒という主任務の他に災害救助派遣任務にも、運用することができる設備や装備が搭載されており、災害時の急患搬送なども対応可能とし、機首近くにある広いスペースは急患用のストレッチャーを固定できるように設計されており、そこでは同乗した医官などの医療従事者が活動する空間が確保され医療行為が可能となっていて、多目的に使用することも想定されているんだ。確かに量産が始まって間もない P1 哨戒機ではあるが、近年では中国の潜水艦の性能が高まって静粛性も向上しているらしく、情報融合能力を有した戦闘指揮システムにレーダーや光学及び音響センサーの信号処理技術の研究開発が進められていて、常に日本の領海を守るための対潜哨戒能力の向上が図られているからな。防衛装備移転三原則が策定されたことにより、優秀な P1 哨戒機の海外輸出を試みる動きが以前から見られていて、これまで P3C などを導入していて後継機種を探している国を中心に売り込みが実施され、官民共同で海外の航空ショーや見本市などに出展しているんだけど、現時点ではアメリカの P8 との競合に負け続けており、このシードラゴン2024での2年連続優勝という実績がどれほど貢献するかが注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。